今回紹介するのは幻冬杏里さん。1995年3月22日生まれ、北海道出身。芸能事務所プラチナムプロダクションに所属されており、グラビアモデル、ファッションモデルとして活動されています。幻冬杏里さんの3サイズは80、57、81となっております。スレンダーな素晴らしいスタイルですよね。まずは彼女のグラビア写真をご覧ください。かなり露出の多い作品も多く、とてもセクシーで魅力的ですよね。2019年頃からグラビア活動を開始された彼女ですが、6月に放送されたバラエティ番組有吉反省会に出演した際に芸名を何回も変えたことや、日本一可愛いコンビニ店員というキャッチコピーでメディアに出演していたのに一度もコンビニで働いたことがないことなどを話し、可愛いのに嘘つきというキャラが定着してしまったようですね。バラエティ番組でのインパクトのためとはいえ、嘘つきのイメージが先行してしまうと後々の活動に響いてきそうですが、思い切った判断だと思います。グラビアアイドルとしては2020年にファースト写真集を発売されており、こちらではセミヌードも披露されているので大変刺激的な作品に仕上がっています。2021年にはイメージ DVD を発売。こちらでもかなりセクシーな映像がありますので、これからはセクシー路線で行くのかもしれませんね。ぜひ検索してみてください。グラビアやウェブ CM の出演などを現在メインに活動されているようですので、雑誌などにグラビア写真が掲載された際は皆さんにもぜひ注目していただきたいです。幻冬杏里さんの SNS はグラビアのオフショットや可愛い自撮りが多く、更新も頻繁にありますので、こちらの確認もおすすめですよ。これからどんなジャンルに進むのか楽しみな幻冬杏里さん、これからの彼女の活躍に注目していきましょう。今回の動画は以上となります。今回の動画もご視聴いただきありがとうございました。他にも魅力的な女性を多数紹介しておりますので、よろしければぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で。